さんこんにちは、 JRP テレビジョンです。で先ほど、ジェフリー・エプスタイン氏の、児童買収の話をしたんですけれども、一応日本の中で有名な事件とするとプチエンジェル事件が あったかと思うんですね。でそのプチエンジェル事件の前に、ちょっとここでそのノーパンしゃぶしゃぶの事件がありまして、でこの、ノーパンしゃぶしゃぶの事件というのは、大蔵省の官僚たちが接待を受けてたということで、オーランというお店なんですけれども、聞いたことはございますか？はい。で、この、オーランというところの、その、事件 でその時に福井俊彦さんとか吐けた慎吾さんですかね、が事件 の渦中にあったんですけれども、それが、普通だったらそういう問題ある事件を起こすと、外に弾かれるんですけれども、なぜか出世をしてるということがあったわけですね。でそれでなぜ出世をしたのか、でひょっとするとですよ、この後にやっぱりこれもネット上に出てるんですけれども、もしかしたらそのプチエンジェルじゃないですけれど、そういうところの、その2次会3次会で隠れた接待があったんじゃないかと。でこの、出世をするということは誰かの味方をすると。でこのノーパンしゃぶしゃぶのオーランっていうところは、その CIA が背後にいてやってるお店だということを知りましたの でそうすると、そこで首根っこを捕まえられて、彼らたち の好むような政策なりを、どんどん推し進めていくというようなことが考えられるかなと思うんですね。でそれで一応まずこの、福井俊彦さんは日本銀行の総裁になってますよね。でそれで吐けた、慎吾さんは宮内庁の方に出世をしているような状態なわけですよね。今ちょっと退官したと思うんですけれども、でそれでなんかそこで割とその小泉政権の時に彼らたち同時にこの出世をしてて、それでこの吐けたさんですかね、宮内庁 の問題で欽正天皇 と習近平さんですかねと、話し合いの場を持っていったと。ということで、その、皇族の問題にも入り込もうとしていって、何かを企んでいると。でそれで女系天皇、女性天皇の問題に言及してるんですけれども、その、例えば愛子さんがなった場合には女性天皇ということになるんですけれども、女系天皇っていうのはまたちょっと意味が違うらしいんですね。愛子さんがもし、後継者になっていった場合には男系の、女性天皇ということになるんですけれども、女系天皇でもいいんじゃないかというような、もうちょっと違った議論を持ち出していって、違った容認にしていると。でこれは何かちょっと、どっかの勢力が何かを企んでいるんじゃないかというような節があるんですけれども、その辺のところは総裁は何か、それは政体とその国体と両方絡んでるわけで、この問題は1989年までは日本の経済成長を認める、しかしこれ以上日本の経済成長をそのまま放っとけば世界は日本の経済力によって支配される、これを止めなきゃいけない。でそれは何をせなきゃいかんかというと、日本の五層船団方式をぶっ壊すという戦略なんですよ。どこの戦略かというと、これニューコートであり実行部隊はアメリカ政府の中の CIA ですよ。だから CIA はそこで、ヘリテージ大のシンクタンクにジャパンレポートを作らせて、そして日本の経済成長を止めるために宮沢を使い、 CIA のエージェントである宮沢を使い、そして橋本を使い、日銀の三重野を使って総量規制をやって、そして霞が関という鉄板をぶっ壊す。そして霞が関から
知能指数の低い集団である自民党及び野党永田町の国会議員に権限を移し、総理に権限を持たすと、こういう流れが出来上がって、次に考えたのは大蔵町の解体、霞が関から国会へ、国会のバカどもに全部権力を持たす、これで一番よく動いたのは天狗発作と、CIA のジョージ・フォッサーと小沢です、湾岸戦闘に金1兆5000億持っていたと、その当時ですから、そして大蔵省を壊すためには大蔵省のスキャンダルを出ちゃいけようと、これがノーパンしゃぶしゃぶなんだ、だからそのノーパンしゃぶしゃぶ出た後、その重要局長とか事務次官候補を全部辞めさせて、そしてこれのに下ったわけです、その後イエスマンを作って大蔵省を真っ二つに割って金融と財政と分けると、そして金融庁を作って、金融庁は CIA 直轄で管理する、それでゴミという CIA のエージェントをこの金融庁長官にして、そういうまあ流れの中でノーパンしゃぶしゃぶ事件というものを、まあ彼らはうまく利用したと、まあ、CIA はもうそんなセックススキャンダルは得意だから、まあそれとそこにエプスタインみたいなものも動けるわけ、なんかあの一応ですね、そのそういうのであの首根っこ捕まえられるっていうのがあるから、昔のその武士道って女には気をつけようっていうのが絶対全部そんなもん、いやしやつはね、使う採用しなかったんでしょ、あの徳川幕府は、なんかあの海外だとそういうまあ女性つけられて、そのスパイとしてあの結局首根っこつかまれちゃうとか意外とあるので、その案に乗っからないっていうことがやっぱりそれなりに社会的ポジションになると結構必要かなと思うんですけれども、あのなかなかその甘いかなというふうに思いますね、日本。いやいや、まあ日本の政治家の癒しの金と女とやっぱり酒でしょう、まあ立ち話と一緒だよみんな。だからそこでまあ簡単に引っかかるわけでみんな、橋本龍太郎だって、公安の中国のスパイと ね、男女恋愛関係を作ったとか、まあ簡単に谷垣も上海でそれにあったとか、全部それでやられるんですよ、だからそういう倫理観、道徳観と、まあ、正義感だね、正義感がみんなあのきちっと身についてないから、簡単にはまっちゃうわけ、だからそれはもう見抜かれてますよ、CIA からは簡単だとこいつらは、中国からもみんなそれで、あのそれはもうあの長距離中、あの迎賓館があります、北京に、私も行きました、それで17ぐらいのコテージが、大きな、まあ、コテージで立派なコテージがあるんだけど、どのコテージにもね15人ぐらいの女がおる、で我々が玄関、そのコテージの玄関へ入って、パッとその15人から20人ぐらいのね、あのいわゆる差別係が迎えて、で全部あのハイヒール履かない、普通のベタ靴、中国のベタ靴で、ポッと見上げるような背の高さ、1メートル80ぐらいぐらい、75以上だろうね、みんな、スラーッとしたね、もう超美人で、ああこんな人がこんだけの数揃って接待するんだなと、まあびっくりして、私のカバン持ってきてたモントリオールの74キロで金メダル取った伊達慈一郎というレスラーなんか、あまりにもびっくりして、あのお土産でもらってたマムシの焼酎をポーンと落としたぐらい、そのマムシが
酒とともにそのあふれて大騒ぎになったんだけど、それほどね、あの金メダリストの伊達がびっくりして、あの焼酎の瓶を落としたぐらいの綺麗な人が並んでるわけだから、日本の政治家はもう必ず引っかかるよ。そうですよね、必ず引っかかる。これ全部写真撮られてるもん、写真カメラで、その常時を、だからそれを突きつけられて公安に脅かれ、橋本は脅されてるわけ。なんかあのこう私たちが活動してた時にはそういう綺麗な女の人じゃない、普通のまあ公安警察の男性の人がスパイ活動とかしてたりしたんで、あのあこれちょっと怪しいとか分かりやすいんですけれど、普通のまあ美しい女性が来るとなんかそんな風にあのなんか思わない、まあ、あの親切にしなきゃいけないっていうようなちょっとやっぱり甘さがあって、特にまあ日本ってその思うんですけれども、まあ、戦争が今敗戦を来たして、あの武装解除していったので、そういうなんていうのかな、あの、まあ、危機管理というか、あの甘いような気がするんですね。むちゃくちゃ甘いです。そうなんです。だからスパイ天国です。そうなんですよ、ね、日本には天国はスパイ天国でしょ、汚職天国でしょ、詐欺天国だと、まあ、他にも天国いっぱいあるんだけど、今問題にしてるのは絶対直さないかんのは詐欺天国と、ね、スパイ天国と汚職天国、この3つなら日本は立ち直れる。この天国がある限り日本は滅びると私は思う。そうですね。だからまあ今こういう危機的な、そのなんか首根っこつかまれてるような人が多いんですけれども、まあ、新しい若い勢力が本当にまああの純粋に頑張ってくれたら少しぐらい変わっていくかなと、まあ、期待はしてるんですけどね、まあ、そういう意味ではね、立花なんかはね、改革派であり破壊力があって NHK を変えるという可能性はあるんだけども、やはり女に甘いでしょ、弱いでしょ、だからスパイ天国の女にはまるわね、またはりに、またはりに一発もん、安倍昭恵にもフラフラしとったんだから、だから金に弱いでしょ、汚職やねこれ、汚職天国にもはまる、でまあさ、詐欺もやりかねないようなとこもある、金集めるのに、だからまあこの3つに当てはまるわけ。そこですね。あのそこはあの、まあ、総裁 の、 あのパワーでちょっと抑えていただけると、中国していただけると、それは法律で、業者から、民間企業から10万円もらっても逮捕するぐらいの厳しいものを作らないとダメよ、どこの国でもそうなんですよ、民間業者から金もらって政治家が当たり前だと、政治資金規正法の入んないだと言って大きな顔してるようなね、汚職天国の国がどこにあるかという、どこの国でも汚職はあるだろうけども、一応その禁止されてますよ、だから GHQ が日本の政治家を懐柔するために政治資金を与えて、民間から金もらっても助けてやるよと、それをそれでうまいことやりなさいという飴ですよこれ、そうですね。で、まあ、そういうことであの、まあ、総裁 の、 そのパワーであの若手議員 の、 あの人たちを育てていただいて、あの新しい世界を作っていきたいかなと思います。いや、そのためにはこのね、JRP を、やっぱり500万人ぐらいの数集めれば、必ずできるって言うんだよ、まあ、このやっぱり革命運動はもうやっぱりこのネットですよ、ネットの力を使わなければね、これは無血クーデターができるんですから、無血革命ができるんですから、犠牲者なしにその民主制度を利用して、選挙の中で立花が当選したように、山本太郎が当選したように、政治は変えることができると私は思うから、早く皆さん10万登録にしたいから、今すぐそのボタンを押してください、登録ボタンを、今6万人近いまだ状態ですから、10万人になれば
必ず私は50万にします。立花がもう50万になってんだから、我々と同じようにやってたのが、今彼らはもう50万になってる、まあ、総裁の方はその根強いファンがいるんで、なんかあの結構すごい、まあ若手の人気 YouTuber っているんですけれど、なんか総裁が話してる姿があのこう一応取り上げられて拡散されてたんですよ、まあ、それはこの社会に対するその、まあ、あのおかしいことをつっついてるそのシーンで、で世の中はこうなんですっていうようなところで紹介されてたんで、あこういうところでもあの注目されてるんだなと思いましたね。だから YouTuber の方々と連携しなきゃいけない、だからその日本ネットテレビ協会というのを私が作って全国に100万人の YouTuber を集めると、そうすると世の中は変えることができる、やはり庶民の市民の国民の主権を持って政治を治める、これが民主主義ですから、ということであの皆さんよかったらあの登録ボタンを押してください。よろしくお願いします。